左から順に、プナプジン、プナ、ヒラリー・クリントン・ヘンリーとアケウ・プナは、クック諸島の政治家。現在、太平洋諸島フォーラム事務総長。2010年から約10年間、同国首相を務めた。クック諸島等の代表も務める。あいつジまで育ち、同等とラトロンガ島で教育を受けた後に、オークランド大学とタスマニア大学で法学を収めた。 政治家になるまでは弁護士をしていた。父のトゥプアリキは国会議員を務めたことがあり、トゥプアリキの兄のウィリアム・エストールとンジェレティナ・プナも閣僚を務めた。2004年の総選挙で、プナはマニヒキ選挙区から出馬し、首相のロバート・ウーントンと議席を争った。即日開票の結果、プナが僅差で敗れたが、申し立てを受けた。 最終形で無効とされていた数票が認められ、双方の得票が同数となった。そして翌年行われた再選挙でプナが最終的に勝利した。2006年9月にジョフリー・ヘンリーが党代表の座を退くと、プナが新代表に選出された。プナは同年の総選挙のマニ引キ選挙区でアピーピ法に敗れたが、党の代表職は続投した。しかし、 国会での野党代表は務められないので、これにはトム・マースターズがついた。2009年9月に党代表に再選されたが、議員に復帰するまでは弁護士や新珠与職をしていた。2010年の総選挙でプナヒキールクック諸党等は24議席中16議席を占め、本人も議員に返り咲いた。そして同年11月30日に首相に任せられた。 2020年6月16日、ブナは年末に行われる太平洋諸島法ラム事務総長選挙への立候補を目指すため9月までに首相を辞任し、マーク・ブラウン副首相兼財務大臣に譲ると表明。10月1日に首相を退任。2021年2月4日に太平洋諸島法ラム事務総長選挙がオンラインで執行され、決選投票の結果、 マーシャル諸島のジェラルド・ザッキオス中米大使を9対8で下し当選した。同年5月24日に事務総長に就任。ありがとうございます。